アンモニウム白粒石、またはアンモニオ白粒石は、鉱物の一種。化学素性は、オール c 2 o 6結晶系は、正方明ラ系。白粒石のカリウムが、アンモニウムイオンと置換したものであり、伏石グループの鉱物であるが、結晶水を持たない。群馬県藤岡茂日の、たた沢で、鉱物化学研究所の堀秀道により発見された。 2022年現在も、同地以外では発見されていない。肩伏石が熱水と接触することにより、ナトリウムがアンモニウムイオンと置換し、脱水して生成したと考えられている。たたら沢ブラック南方の採石所で、南側編成体の緑色変顔が、区媒石化作用を受け変質して生じた、細脈から白色鉱物として発見され、 堀秀道や長島構造らによって研究された結果進行物であることが確認された。堀秀道はアンモニウム白流石の発見により1986年6月4日に桜井賞を受賞した。主に白色をなし樹脂光沢を持つ。発見当時は結晶の形状から片伏石と思われたが光沢が異なるため分析したところ白流石と似た。 パターンが得られたことが発見の契機となった。ありがとうございます。